夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて、目に忘れたものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れる、ことくらい許してくれますか。突然に聞こえてきたのは喋り声、飲みかけのハーブティーを粒の中に撒き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう、それは両親に聞いたこと、私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなことを知ってるわけで、トントントン響き出したノックの音は初めてで、緊張なんてものじゃ足りないぐらいで、ねえねえドッピーな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。くれた服のフードを少しだけ揺らして見せた。